はい、今回はシンクロフェス、エクシーズフェスね、99連勝世界最速ギネス記録として認定された宇宙最強の構築、無敵の構築と言われた宇宙をね、超過した、そして超越した最強構築、双剣の最終形態、そしてこのイベントで一番勝てる構築というものを今回ね、ご紹介していきたいなと思います。なので、この動画ではですね、このイベントで最速でまあミッションを終わらしたい方にとってはかなりね、有益な、動画になると思うんですが、まずこのデッキの特徴としてはですね、まあこのアーゼウスにつなげるっていうのが、ランク4の、レベル4、2枚並べてランク4のダークリベリオンを作りながら、まあこのね、オッドアイズにね、変換させながらアーゼウスに行ったりですね、それから、レベル8を2枚ね、素材として、エクシーズのね、ランク8をね、立てながらドラッグラビオンであったり、それからね、タイタニックギャラクシー。で、ドラッグラビオンを立てれば、ヌメロンワンキルができるんですよ。なので、その怪獣カグヤみたいな動きでね、ワンキルを狙うことで、ね、高校もね、できるっていうのがかなり魅力で、で、さらにですね、双剣のプランの、まあ、石章、バロネス、七星竜炎、このタクも取れてるということで、まあ、基本的にはこのね、白いカード、双剣のムーブをやっていくんですが、まあ、高校の時とかにね、このヌメロンドラゴンであったり、それからね、アーゼウスに繋げていくプランっていうのができてるということで、まあ、一応3通りのね、まあ、パターンを展開することができるんよ。だからそのシンクロとエクシーズをふんだんに使っていこうできる。だからいいとこを全て取ってるのがこの構築の魅力なんですよね。じゃあ早速ね、解説の方をやっていきたいなと思うんですが、さあまずは双剣爆矢をね、召喚するんで、いや、このカードが本当にね、まあ、最近はね、爆矢を、ね、砕いたっていう人は多いと思うんですけど、やっぱ爆矢ってね、このイベントとかになってくると結構強くて、で、今回ね、まあ10月以降の制限改定でもですね、結構爆矢流行ってくると思うんですけど、純双剣がね、結構流行ってきてるからね、さあ、いつものごとく、双剣アンテをチラッと見せるだけでトークン呼びつつ、親の顔より見た赤飯を展開していくと。さあ、ここで赤章を展開していくんですが、さあ、赤章の効果によって、竜炎をサーチしながら、爆矢の効果でワンドローしていくんですが、さあ、ここでね、爆矢の強いとかワンドローだよね。さあ、ここでガンマをね、2枚になってしまったんですが、で、ここでね、竜炎を引いていくんですけど、まあ、今回のイベントはですね、なんか、バルネスを立てるより、もう、七星竜炎を立てた方が強いって思いました。うん。なので、まあ、これをね、真似してやるだけでね、簡単にまあ、ミッションクリアできると思います。はい、赤章と、もう、七星竜炎を立てるだけで勝てます。はい、このイベントはね。で、七星竜炎っていうのが本当にね、もうとんでもなくぶっ壊れてて、ちょっと頭おかしいなと思ったんですけど、相手がモンスターの特殊召喚に成功した場合に、そのカードを除外して1200ポイントのダメージを与えるであったり、相手がマジックトラップを発動すると、さらに1200ポイントのダメージを与えるんよ。で、さらに今回シンクロ召喚の素材となった竜炎の効果によってですね、1200ポイントのダメージをまずは与えるんですよね。これがマジでエグい。まあ、双剣の強いところはね、誘発をガン積みできるっていうのもかなり強いんですが、さあ相手ね、動いてくるんですけども、さあ、まずは、アーダラを展開していくと。さあ、アーダラの効果、特殊召喚を使ったので、七星竜炎の効果によって、アーダラをジャッハッハッさらに、運命の旅路を発動してきたんですが、運命の旅路も、七星竜炎で1200ポイントバーンダメージプラス除外していきます。はい。これ何が恐ろしいかというとですね、先行で何もしていないのもかかわらず、3600ポイント。はい、いいですか?お値段、3600ポイントのダメージを簡単に与えているっていうのがこのデッキの一番の恐ろしいところやね。まあ、これが結構恐ろしいね。で、さらに相手はですね、転移無法の地を発動し、さらにね、ワンタイムパスコードでトークンカードを展開し、運命の、ここでね、アラメシアの儀をね、聖堂の水使いでサーチングしながら、トークンを並べて、ドラコパックを並べて、七星竜炎をバウンスするやったかな。確かそういう展開やったと思うんですけども、もう小賢しいことしてくんな。で、まあ、ここで七星竜炎をドラコパックの効果によってバウンスしてくるんですが、もう相手のランは4400なんですよ。つまりもう次のターン1キロをね、狙うので簡単って感じなんですが、さあ、ここでハーピーの羽儲けを引いて、まあ、バックを破壊してね、ここは相手リタイアしてしまったんですが、まあ、ちょっとね、手札もね、誘発カードが多くて、ちょっと事故ってる気味ではあったんですけども、この七星竜炎を立てるっていうのがね、結構刺さってきて、あとは先行取ればね、リタイアします。
あの、なんやろな、このイベントをね、毎回思うんやけど、なんか先行で爆弾並べたらほとんどリタイアします。なのでね、この展開するまでもなく、基本的にはリタイアしていくんですよ。で、今回もね、結構な5000ぐらい、こう、5、6000やっていく中でね、もうなんかそのうちの3、4000ぐらい、こうみんなリタイアしていくよ。先行を引けばほぼ勝ちみたいなテーマやから、うん、まあ、結構ね、その、まあ、簡単に、まあ、メダルを集めることができるんじゃないかなと思います。じゃあ次の試合ね、行きましょうか。さあ、2戦目ね、やっていきたいなと思うんですが、対戦相手の名前を見てください。サレンダーマン。もうね、なんかこの他のイベントって、まあ、たまにこういう人がね、ランクマッチでは当たらないんですけど、こういう名前がね、当たるんですが、本当に小賢しいね。なんか結局ね、そのイベントはね、みんながジェム稼ぎで、いかにしてね、相手にリタイアをさせようとするのか、そういうね、感じで、なんか名前でね、圧を押してくるっていう人がたまにいるんですけども、さあ、いつものごとく、龍炎の効果によって、ね、レベル10のシンクロモンスター、七星龍炎を立てていくんですが、まあ、俗に言う、ウニャルペギュロ星人みたいなプレイングというんですが、さあ、龍炎効果でまずは戦略番を与えながら、竜装権限で爆矢をね、サーチングして、後続につなげていくという動きをしていくんですが、さあ、対戦相手、全然サレンダーしません。さあ、ここでまず禁じられた一滴ということで、小賢しいことしてくんなぁ。だ結構ね、その、まあ、そのツイッターとかで、今回のシンクロエクシズフェスのね、サーチをするとですね、結構一滴入れてる人が結構多いっていうことで、まあ、やっぱね、双剣が多いから、とりあえずそのバロネスとか石章とかうざいからね、結構一滴もね、結構入れてる人多かったですね。で、まあ、ここでモンスターをね、素材とすることによって、七星竜炎の効果を発動させなくする。そして石章も発動させなくする。なかなか小賢しいことをしてくるじゃないか。あとはゴードン入れてる人もね、結構多かったね。さあ、ゴードンの効果発動するんですが、もちろんここはうららの効果で無効にしていきます。でもなんだかんでね、ひとしずくのこのね、効果を無効にするのをね、チェーンできない強いですね。ただ、これフィールド上に、その、モンスターのね、効果が無効にされてるカードが存在する場合って、このあやめの双剣士を無条件特殊召喚することができるんですよ。で、これがね、結構先行後攻問わず、で、対戦でも双剣ばっか使ってるから、結構刺さるんよね。で、ここでウニの軍艦。なんでお前初動のカード2枚持ってんねん。シャリとウニをね、展開しながら、ワンドローして、シャリをね、また展開しながら、ここでね、シャリ軍艦のね、突撃によってね、七星竜炎と石章がシャリでやられていくと。シャリだけにシャリになんねえな。ということなんですが、で、ここでね、エクシーズ素材で、レベル、ランク5のね、ウニ型軍艦やったかな、展開してくってですね、で、まあ、シャリを素材にしていると、ワンドローをすることができるという効果を発動することができるんですけど、これね、一応ね、丸2の効果で、自分メインフィーズに、相手がね、エクストラか特殊召喚された軍艦の数まで相手のね、表側表示のカードをね、無効にするっていうね、結構なんかその軍艦は詳しくなかったんですけど、丸2の効果結構優秀じゃないですか。これだからよ、マジックトラップでも、まあ一応無効にできるっていうことですよね。結構面白い効果を持っていてですね。で、あやめの双剣士っていうのが、相手がエクストラデッキからモンスターを特殊召喚すると、そのカードをね、選んで破壊しますよって書かれてるんですよ。で、ここで、ね、あやめの双剣士の効果に対して、もちろん丸2の効果を相手ね、ウニ型軍艦発動してくるんですが、ここでね、リタイアしたんよ。リタイアしてきたんやけど、まあ、名前の通り遂行したのかわからないですけど、これ多分なんですけど、ウニ型軍艦って、その、無効にするだけなんよね。破壊することできないから、なんか、守備力が500しかなかったんよ。で、攻撃力2900、守備力500やったけど、その、守備表示で出してしまったことが多分プレミアったんかな。まあ、あやめの双剣士次のターン投げられてしまうので、そこが多分ね、相手の、負けの、多分理由になったかなと思うんですが、攻撃表示で出してればワンチャンあったかなっていうところで、ちょっと真意はわからないんですが、まあ、名前の通り遂行してくれたということで、中にはいい人もいるんだなっていう、そんな感じでしたね。はい。はい。ということで、今回は、シンクロエクシーズフェスで、99連勝、またもやね、世界最速でギネス記録をね、到達、まあ、道場破りを果たしたですね、最強構築、双剣のね、デッキを解説させていただいたんですが、まあ、順当に考えてですね、まあ、シンクロエクシーズフェスで、まあ、一番強い構築が双剣だと思います。うん。まあ、結構ね、いろいろこう、まあ、10回ぐらい回してみたんですが、まあ、本当にね、先行取って、爆矢とかね、それから竜炎とか出すだけでですね、リタイアする率が高すぎる。ああ、もうね、
高すぎる楽天モバイル。はい。まあそんな感じなんです。そんな感じなんですけど、まあ最後にじゃあ今日もね、デッキの紹介していきたいなと思います。で、このデッキ使って思ったことはですね、とにかくその、まあ、ベーラーと無限法要のこの無効カードを入れることによって、このアイメの双剣士が強く出れるんですよね。で、このカード効果が無効化されているモンスターがね、存在するとね、特殊召喚できるので、まあ、フルにエフェクトベーラーと無限法要を積むことによって、まあ、おのずとこのアイメの双剣士をね、3枚でフルできるっていうのは結構強いっていうのと、あとはですね、このガンマっていうカードはね、このガンマっていうカードが非常に双剣と相性が良くてですね、まあ、これも結構強かったですね。うん、まあ、今回のそのイベントではどのデッキにもガンマ入れるの結構ありかなと思っていてですね、まあ、双剣にも結構刺さりますし、まあ、ガンマは結構入れといて損はないかなと思いました。うん、ガンマめっちゃ強かったですね。うん、まあ、このイベントには必須級のカードかなと思います。うん、あとはエグレッシアのね、その、まあ、リリース効果に対してね、盤面開くのでそこにガンマ打つとか結構相性いいし、まあ、結構個人的にはガンマ使いやすかったですね。まあ結構その純双剣のいいところをしっかり取ってるっていうのがいいですね。まあ転移のね、素材は今回入れてないんですが、うん、まあ結構その、まあ無効にしながら、アイメの双剣士とかこうね、デッキの圧で押していくというところがかなり強いなと思いました。あとまあ大連宝連装も入れてるんですけど、このカードもね、墓地からの蘇生によってね、まあアイメの双剣士とかも蘇生できるので、まあ結構強いですね。双剣モンスター蘇生できるので、まあ一応アイメの双剣士も双剣ですからね。こういうとこも結構相性いいかなと思いました。でまあ双剣暗転もなんか3枚入れてる人よくいるんですけど、まあ1枚でいいと思います。うん。結局、まあ、ね、赤書でサーチできるので、まあ、1枚でいいかなと思いました。はい。で、まあ、エクストラに関してもですね、基本的にはもう赤書とバロネスと、まあ、七星流炎、その辺しか、まあ、使わないなって印象あるんですけど、まあ、高校を取った時に、まあ、ヌメロン1キロを狙うことができたりするんですよね。まあ、そこを、まあ、ワンチャンで赤書と、前目の双剣士を素材としながら、ヌメロン1キロを狙っていくであったり、それから、まあ、もしレベル4のモンスターがね、まあ、エクレシアプラスなんかタイヤ並べて、アークリベリオンから、オットワイズ3000変化して3000で攻撃しながらアーゼウスでぶっ破するみたいな。だからその12獅子のやりたいことすらこっちが完結してるんですよね。まあ1枚初動でね、ランク4エクシーズできないっていうのはまあちょっと違いあるんですけども、まあ今のこのイベントのフェスの中で一番まあ最大火力が出せるデッキなのかなっていうふうには個人的には思いましたので、まあ気になった方はですね、ぜひ使っていただけると嬉しいなと思います。ということで、もう本当に一押しのね、デッキなので、まあもしまあ双剣化けは結構砕いてる人最近多いと思うんですが、まあ残ってる方は参考ね、デッキの参考にしていただければいいのかなと思いました。ということで今回もですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。それではね、失礼します。